OL です。5歳も年下の男の子を好きになってしまいました。打ち明けようかどうしようか迷っています。どうしたらいいでしょう。恋に年齢など関係ありません。惚れちゃったのよと素直にアタックしてみることをおすすめします。そもそもあなたが年の差にこだわるのは、男性はいつも私の優位にいてほしい、男性の庇護の下で甘やかされてぬくぬくと生活したい、そういう願望があるからではないですか。大体女を任すことによって愛を感じる男なんてろくなやつはいませんよ。年の差など気にせず1対1の男と女として勝負に出るべきです。成功を祈ります。ゆりちゃん、え、それ違う。え、どれ。そのセーターは31番作って。あとどのくらいかかりますでしょうか。見てください、倉沢玲子の恋愛探偵団、すごい反響です。こんなに来たの。はい、ごめん原稿まだできてないの。え、また明日来て。そんな、先生、あ、ちょ、ああ、夜食はおむすびですよ。あ、いつもすいません。いいえ、やめちゃったな、おむすび。ちょっとそれ丁寧に切ってくださいね。これ吹き出しからはみ出ちゃうとダメですからね。引き出しからですか。吹き出し。どうもすいませんね、いつもお待たせしちゃって。はい、今日はおかかと明太子。あ、僕何でも。あ、じゃあ鮭を。はい、どうぞ。あ、どうも。はい、大変ね。はい、これ鮭とおかかと明太子あるけど、明太子。はい、あ、明太子。はい、お姉ちゃんはイカ明太。イカ明太はこれかな。はい、はい、あなたは。あ、はじめまして、週刊ともこの森脇です。あら、はい、ひょっとしてお宅も今日締め切りですか。はい。あら、どうすんのお姉ちゃん。あら、あの、私代筆しましょうか。は、私、あの、姉より6つ年下なんですけど、結婚して子供って離婚してるんですよ。あ、失礼。すいません。
男女問題に関する造形は私の方が姉より深いはずでしょう。ねえ、お姉ちゃん。しかし。でもわからないものね。大して恋愛もしてない、結婚もしてない姉の恋愛相談受けちゃうなんてね。編集長はそこがいいんだと言っております。夫なんかいなくったって生き生き生きてる素敵な30代です。なんかあんたが言うとリアリティないわね、はい、あ、そうだ、あのまた今度西門文さんの東京ラブストーリー、あれテレビドラマ化されるんですって昼間テレビで記者会見やってましたよ。あ、そうですか。で、水野さん、なんで姉の作品はいつもテレビドラマ化されないんですかね。え、いや、そうですよ、西門文と倉沢玲子って言ったら漫画界のユーミンと中島みゆきじゃないですか。先生のもドラマ化されると嬉しいんだけどな。でもそれが織田裕二が西門さんと握手なんかしてるのよ。あなた、これがお姉ちゃんの作品だったらね、私も記者会見って「織田さんどうも、初めまして、私妹です」なんて言って握手。西門文は西門文、私は私なの。そうそうですよ、漫画は漫画、テレビはテレビ。ま、あ、それ逆、これ逆でしょう。ほら、あら本当だ、男と女のもうセリフが逆。すいません。でもちょっともう君触らないでいいよ。僕初めてなんです。そんな難しくないんだけどな、これ。はあ、できた。お疲れ様でした。あと影入れといてね。あ、これはベタでいいんですよね。背景入れてネームを貼ってあと2時間か。そうですね、ギリギリだな。ちょっと電話、はい、電話借りろ。あのお疲れのところ恐縮ですが、うちの原稿。食事ぐらいさして。すいません、先生が喋ってくだされば僕が原稿に起こしますので、なんとか今晩中に。今週来たハガキの中からもいくつか選んでみたんですけど、一応テーマは男の浮気ということで。お茶。あ、はい、お茶だそうです。あの、例えば昔の彼に復縁を迫られて悩んでいます、悪い人ではなく私に。あの先生、トイレ。あ、すいません、どうぞごゆっくり。悪い人ではなく私にも優しい人でしたが、女癖が悪く、それが嫌で2年前に別れました。でも仕事が同じなのでしょっちゅう顔を合わせてしまいます。その度に彼は飯でもどうだと必ず私を誘うのです。すいません飯でもどうだ。飯、ね、ああ近くまで来たからさ、新しい女でもできたんじゃないの。先生、黒沢先生。なんだよ、ひどいな。どうしたの。うるさいのよ、締め切り締め切りって。バカの人とばいのにさ、偉くなってね。皮肉。うん、愛してるよ。仕事やりすぎなんじゃない。あっちこっちよく書いてるもんな。お互い様じゃない。俺はシーさんと5人使ってるもん。やれるうちにやっとかないとな。いつまで続くか分かんないからな。今のうちに在宅か。扶養家族がいるのよ。誰かとみたいな気軽な一人暮らしと違うんだから。とにかく少し休み取って旅にでも行った方がいいな。うん、そうね。行くか。何言ってんの今さら。今だからいいってこともあるぜ。うん、何これ、こうだもんな。何食べたい。焼肉。女性週刊誌の身の上相談みたいなのも始めたんだって。何で知ってんの。君のことは何でも知ってんの。あ、君の身の上相談ね。身の上相談じゃなくて恋愛相談なのよ。私男で苦労したでしょ。そう、男で散々裏切られて泣いたでしょ。ひどいやつがいたもんだ。ユッケビビンバ。ユッケビビンバ2つ。
あ、そうだ、あなたにぴったりの質問があった。彼が浮気っぽくて困っています。男はどうして浮気をするのでしょうか。死ぬのが怖いからでしょう。生活が安定してしまえば死を待つだけです。だから一瞬でも情熱に身を任せて死を忘れたいのです。彼は繊細な神経の持ち主なんでしょう。いい男じゃないですか。いいだろう。おかしいけど違うんじゃない。だって死ぬのが怖いのは女も同じだもん。そうか。じゃこれから一緒に死を忘れに行こうか。別の場所に。私2日も徹夜してんのよ。そんなことしたら本当に死んじゃうわ。焼肉食べて元気出たろ。私あなたの彼女は2年前にリタイアしてんのよ。そこんとこ忘れないでね。ぐっすり眠れていいぞ。ビビンバ食べたら帰る。送って。うん、何でもするわ。何にもしなくていいの。送ってくれるだけで。じゃあね。サンキュー。あんまり無理すんなよ。若くないんだから。泣くとしたもんね。もうそんなになるか。私のハンカチダッシュボードに入れといたから。使って。何？知らないけどあげる。ありがとう。笑っとくよ。どこ行くんだか。ただいま。おお、おかえり。新一郎さん。うん。週刊ともこの森脇さん。ええー。いやー、もう拓也がすっかり懐いちゃってさ。仕事関係の人はうちに入れないでって言ったでしょ。これじゃ何のために仕事場があるんだか分かんないじゃないの。だって勝手についてきちゃったんだってば。この人初めお姉ちゃんのこと表で待ってたのよ。そんなのこの人の勝手でしょ。寒いでしょ。今夜はこの冬一番の冷え込みだってテレビで言ってたよ。見てらんないわ。だって鼻水垂らしてさ。だな。ほらね。ほらねじゃないでしょ。お姉ちゃん最近売れっ子になって天狗になってんじゃないの。言い方がいちいち傲慢よ。焼肉食べたかな。え、洋服が臭いな。クリーニング出しといて。君と一緒に寝ようかな。ママと一緒でもいいよ。ん？たっくんと一緒がいいな。でもね、この布団小さいの。だからレイコおばちゃんと一緒でもいいよ。レイコおばちゃんのこと怖いの？たっくんが怖いんだろ。僕好きだよ、レイコ。お兄ちゃんも大好き。さあ寝ようか。すいません。あ、いえ。たっくん、おやすみ。おやすみなさい。いや、僕もつい寝ちゃった。申し訳ありません。お留守に入り込みまして。それで、原稿は妹に代筆してもらったんでしょ。ここは私のプライベートですから、お帰りください。姉ちゃん。わかったわよ。明日の昼までにあげとくから。今日は帰って。ああ。では明朝また来ますので必ず。朝じゃダメです。私はお昼って言ったの。そこをなんとか10時頃までに。できる時にしかできないんだから。はい。
お邪魔しました。どうも。先生に何とか明朝10時までにお願いしたいとよろしくお伝えください。はい、あのこの辺タクシー拾えないんですけど。それからこういうハガキも面白かったので一応参考までにお渡しください。はい、ご苦労でした。失礼します。ほら、ハガキなんてもういっぱいもらってるわよ。お姉ちゃん、どうして森脇さんにばっかりあんな意地悪なの？大学1年生です。同じクラブに好きな女の子がいるのですが、なぜかその子に会うと意地悪をしてしまいます。どうしてそうなるのか自分でも分かりません。どうしたらいいでしょう？あなたの行為は、幼稚園児などが好きな女の子のスカートをめくっていじめたり泣かせたりするのと同じです。どうしたのよ？ねえ、ひょっとして私森脇君に意地悪だった？何言ってんの今頃。そうか、よっぽど嫌いなのね、あの人のこと。ううん、別に嫌いじゃないけど。じゃあ好きなんだ。私好きだな、ああいう人。子供があれだけ懐く人に悪い人いないわよ。そう、じゃあ森脇君にたっくんのパパになってもらえば。あ、いいね、妙な癖もなさそうだし。寝るわ。お風呂は？いらない。何怒ってんのよ。ああ、なんだかつまんないよ。先生、原稿ください。お？先生、原稿ください。先生、原稿ください。ああ、熱でもあるんですか先生？え、顔真っ赤ですよ。ああ、いや先生、原稿。あ、熱い。ねえ、熱って自分なんじゃないの？どうしたのよ？夕べうちまで歩いて帰ったもんで。すいません。先生、なんとか10時までにお願いします。だからこうやって必死になってやってるでしょ。間に合わないと僕クビになっちゃいますよ。あ、え、どうしたの？あ、ちょ、トイレ。ああ、あっち。あ、彼が仕事で失敗しました。上司に叱られている情けない姿を見たら急に心が冷めてしまいました。結婚式の日取りも決まっていますが、どうしたらいいでしょう？この結婚はやめた方がいいでしょう。もともとあなたは彼を愛してはいなかったのです。本当に愛していたら、彼が辛い時あなたも辛いはずです。その辛さを一緒に乗り越えようとするはずです。
お腹冷えちゃったのね。お薬あるわよ。薬、あ、ダメだ。大丈夫？すいません。先生、何が何でも僕午前中には原稿を入れませんといけませんので、どうぞお仕事お続けください。もういいわよ。原稿だったらファックスで私が仕事場から送っとくから、あなた寝てなさい。とんでもないです、そんな。あ、大丈夫？ちょっとあっち行ってみていただけませんか。相手が不完全で無防備な姿を晒したとき、愛しさを感じたなら、その愛は本物と言えるでしょう。彼は優秀なエンジニアです。プロポーズされ結ばれましたが、最近になって彼に女装趣味があることが分かりました。このまま結婚に踏み切ったものか迷っています。どんな趣味があろうとも人間の価値に変わりはありません。しかしながら、女性というのは生理的嫌悪に支配されがちですから、一度嫌になると同じ部屋の空気を吸うのも嫌になります。女装趣味もゴルフやカラオケの趣味と同じよと割り切ってしまえるか、変態と結婚する気なのと誰に言われても跳ね返すくらいのエネルギーがあれば別ですが、すでに迷っているところを見ると結婚は難しいかもしれませんね。いいですね。僕好きです、こういう変化球。編集長も喜んでました。ちょっと一般的じゃないけどね。先生らしくていいですよ。あ、そう、ええ、あ、ありがとうございました。え、帰るの？何か？別に、帰りなさいよ。じゃあ、失礼します。お疲れ様でした。あ、先日はどうも。ちょっと姉ちゃん、どうしたの？ゆいちゃん、ちょっといいから。ひどいじゃないの。どういうことなのこれ。はあ、あーじゃないでしょ。こういうふうにおちょくられた私の気持ち考えてみたことあるの？別におちょくってなんかいないわ。じゃあ何、こういう質問のハガキが来たとでも言うの？この女装趣味の話はお姉ちゃんの創作でしょ、作った質問でしょ。だって今週は面白いハガキが来なかったんだもん。だからだからって人の秘密ネタにしたってわけ？まあでも分かんないじゃないよ。分かんなきゃ何したっていいっていうの？少なくとも私は傷ついたわよ。ごめん新一郎の女装趣味のことは中野父さんにも母さんにもあっちの身内にも言わないで、この世でたった一人お姉ちゃんだけ打ち明けたの。新一郎って誰だ？え？新一郎っていう人が女装趣味なんですよ。何それ。今週のどもこ見ませんでした？お茶持ってってね。妹さんのね、何なんでしょうね。先生の妹さんって確か離婚してましたよね。そうよ。新一郎って名前じゃなかったですか？加賀って言ったかしら。加賀真理子の加賀。加賀新一郎。名前的にはぴったりなんじゃないですか？お茶持ってって。うん、離婚でね。絶対気にしよう。新一郎っていう名前だった。離婚の原因は夫の女装趣味ってことって言いますよね。何それ、気持ち悪い。
ったの、たっくん。パパ。あーし、たっくん。久しぶりだな。うん。元気だったかおい。そうかそうか。いや。勝手にこういうことしないでください。タック、行きましょう。パパも行こう。よし。いいだろう。いいね、そのスカート。どこで買ったの？誤解するなよ。そういう意味じゃないよ。最近、もうあれやってないんだ。あ、タック、あんまりそっちの方行っちゃダメよ。フィットネスクラブに入ってね、尋常気にトレーニングしてるんだよ。そう。戻ってくれないか。拓也にもやっぱり父親必要だろう。スカート履いて化粧してる父親なんていない方がマシよ。だからそれはもうやってないって言ってるだろう。ダメ、私はもうあなたとは暮らせない。君はそれほど完璧なのか。お姉さんだって言ってたろう。たとえどんな趣味があろうともその人間の価値に変わりはないって。あんた智子なんか読んでんの？お姉さんの仕事だから。うそ、ああいう女の子の雑誌が好きなんでしょう。違うよ。お姉ちゃんも最低よ。身内の端までに入して創作の仕事っていうのはそれぐらいギリギリなもんなんじゃないのか。あれは週刊誌の身の上相談よ。そんなシビアなもんじゃありません。そうかな。そうよ。僕は別に腹立たなかったけどな。そうですか。今日は言い争うために来たんじゃないの？あ、たっくん、お膝が真っ黒じゃないの。ちょっと見せます。パパ、今日お膝を食事していくでしょ？ママがいいって言ったらね。愛してます。タクヤも可愛いです。だったらなんであんな簡単に離婚に同意しちゃったの？あの時は気も動転してたんですよ。でも後になって考えてみるとどうもそんなに悪いことしたと思えないんですよね。それ美味しい？まあまあです。夏場いまいち。あ、そうですか。ダメよ、ラーメンみたいなものばっか食べてちゃお野菜もとんなくっちゃ。僕は別に浮気をしたとかじゃないんだし、今女の子が髪刈り上げてズボン履いてタバコ吸って酒飲んでる時代でしょ。男が化粧する世の中ですからね。そのうち男がスカート履いて会社に行くようになるんじゃないですか。ほら、一昔前まで男のロングヘアってのは当たり前だったでしょ。新一郎さんって面白い人ね。私だったら離婚しないかな。そう言ってやってくださいよ、泉に。ダメダメ、泉ちゃんはこの話題絶対タブーなの。あいつが帰ってくればね、こんなに野菜の少ない外食ばっかりじゃなくて済むんですけどね。女は女中じゃないの？セックスも万全だったと思うんだよな。ずいぶん自信あんのね。いや、自信はありません。でも誠意はありました。会社でもエリートだしね。みんなもそう思ってます。僕もエリートってやつを演じてます。だからあんな、でももう二度としません。泉に戻ってくれるようにお姉さんから頼んでいただけませんか。お願いします。そうね。
24歳の保母です。両親に仕切りと見合いを勧められて困っています。今特に好きな人はいませんが、小さい頃から恋愛結婚を夢見てきた私はどうしても見合いに抵抗があるのです。見合いで出会おうが、街でナンパされて出会おうが、出会いに変わりはありません。どんな劇的な展開が後に控えているかは出会ってみないと分かりませんよ。お見合い、いいじゃないですか。ぜひ試してみることをおすすめします。編集長、倉沢先生です。こんな大きい声出さないでよ。先生、いらっしゃいませ。はい、原稿ね。はい、あ、そうです。ありがとうございます。どうも先生。あの、森は勤務出かけたんですけども、今日お約束してたんでしょうか。うん、ちょっとこの辺まで来たもんだから。わざわざ恐れ入ります。いつもユニークな原稿楽しみにしております。編集長、オフィス室の方へ。いいわよ、もう帰りますから。いや、しかし先生がお見えになるんだったら剣棒もう少し待たせておくんだったな。今下で会ったわよ。あ、そうですか。やつ、ずいぶん張り切ってたでしょ。うんうん、私が声かけたんだけど気がつかないでどんどん行っちゃった。やっぱりどうしたの。いや、あの、お見合いに行ったんですの。え頼まれたお嬢さんがあったんで会ってみるかって聞いたら会ってみるって言うもんですからね。へー、そう。昔と違って今お見合いも本人同士が会うんですね。デパートがあるかなんか。ああ鋭い。どうしてわかるんですか。だって今日は水曜日でしょ。なるほど、さすが倉沢先生。そう、デパートがある。どうしたの、情けない顔しちゃって。え、無理して手伝わなくていいんですよ、今日は時間あるんだから。やらせてください、ここにいると落ち着くんです。先生の命がけの仕事場を休憩所のように言ってほしくないな。すいません。女の子にでも振られたのかな。あ、もうだから手伝わなくていいって言ったでしょう。すいません、どうもすいません、僕鼻息荒いから。黙って探しなさいよ、また飛んじゃうから。ああ、もう待てよ。あ、あったあったあった。これでしょ。朝起きた時、こんな女の子がそばで眠っていたらいいなと思った。だ、次なんだ。でもそれから3日後、僕は振られた。ないぞ。おかしい。あ、ねえねえ、こっち来て手伝って。はい。僕は振られたですか。いやいや、それから3日後僕は振られた。それから3日後それから3日後僕は振られた。それから3日後僕は振られた。あった。それから3日後僕は振られた。あ、よかった。ちょっと、なんとか言ったら。どうもすいませんでした。もう帰りなさい、森脇君。え、君がいると仕事の邪魔。そう、そうですね。次週の打ち合わせはこの後でやろうと思ったけど、あなたがそんなにぼーっとしてんじゃ話にならないわ。今日はやめ、もう帰って。はい。シャキッとしなさいよ、シャキッと。皆さん、どうもご迷惑をおかけしました。はい、さよなら。もう、はい。あ、すいません。あ、暗い暗い、変わってる。この頃変ね、森脇さん。惚れてんじゃないの。誰に。誰にって、先生にですよ。うそ。だって僕が来るとあいつ必ずいるよ。まあ、入り浸りって言うんですか。やだ、何言ってんのよ。いや、僕もね、昔ね、あの
の連載頼んでた先生がね、いい女でね、まあ、もう行くたんびにもう押し倒してやろうかと思うんですけど、まあ、できないんですね。これがやっぱりね、相手の人が年上であんまり有名だと、まあ、ビビりますよ男としては。誰それ。いや僕のことは、まあ、いいですよ。でも私、先生が森脇さんに押し倒されたらショック。当然ですよ、僕だってショックだな。いや、いい子なんだけどね。またまたほら、先生のそういう優しさが若い男をつけ上がらせるんですよ。もうあいつクビ。先生ももう身の上相談なんかやめて、こう漫画にもう集中してほしいな。なんだ、それが言いたかったのか。残念でした。やめないもん。理由を教えてくれないかな。理由、見合い断った理由。嘘、そのために待ってたの。やだ、テレビドラマみたい。じゃあ言っちゃうけど、森脇さんってぼーっとしてる時間長いんだもの。ゆうか、私のこと笑わせてくれたりするような男の人がいいのよ。飽きちゃうでしょ、そうじゃないと。ああ、友達とかと会ったりパーティーしたりとかした時、みんなのこと笑わせてくれる男の人じゃないと連れててもかっこ悪いじゃない。森脇さんってそうじゃないもんね。そういうわけなの。ごめんなさいね。いや、でもそんなに私のこと気に入ってくれたの。それはやっぱり理由は知っておきたいと思って。だからこれからもお見合いする気があるんだったらもっと喋りなさいよ、面白いこと。やっぱり話が面白い人の方がモテるんだから。なるほど、頑張って人格変わってよ。じゃあね。どうも。元気でね。あ、ごちそうさま。そうそう、いいよ、はい、もうちょっと見えてるな。はい、そうそうそう、はい、オッケー。じゃあ次場所変えます。いいですわ、先生、女優さんみたい。素敵なシングルライフの第1回は絶対クラサレイコ先生って決めてましたのよ。ねえ彼、森脇くん元気ないみたいね。ダメだったんですよ。今の若い女の子たちには彼の暴用とした魅力が分かんないんですよね。相当なダメージだったみたいね。私もなんか彼に気の毒なことしちゃったと思って。お見合い断られたなんて失礼のうちに入んないわよ。そんなことで落ち込んでるのはね、甘えてんの。人間が本当に傷つくときはそんなもんじゃないよって私は言っていたよね。それはそうよ。しかしながらね、ずいぶん力入ってんね。デパートガールの方こそ嫌なやつだと思わない？最近の若い子はみんなそうよ。そうなの？そうそう。だってさ、男が女を笑わせるもんだって言うんだったら吉本の人と見合いすりゃいいじゃないの。私デパート行って怒鳴り込んでやろうかな。あ？ん？何？ほとんど変よ、お姉ちゃん。何の？思った通りだわ。お姉ちゃんは森脇さんに惚れている。何よそれ。自己分析できない人は人を愛することもできませんよ。フロムがそう言ってでしょ。フロムが本当にも恋愛漫画大家のくせして何にも分かってない。分かってるわよ。そうじゃないのよ、真相は逆なのよ。あのね、森脇くんが私に惚れちゃってるっていう。ほら何よ、そんな問題ないじゃない。さっさと結ばれちゃえばいいじゃん。意地張ってないでもやれやらしいな。なんじゃないの。いや、なんのなんの。借金で自殺する人はいても、セックスできなくて自殺する人はいないですよ。姉ちゃんだってそうですよ。ん、変な妹。私ね、もう男はいいの。だから、ほんと先生頑張って応援するから。うるさいわね、ほっといてよ。おばちゃん見て、ちびまる子ちゃんだよ。はっくん、何やってんの。ちょっと
ったんじゃないんだもん、ちびまる子ちゃんって。たっくん、また今度こういうことしたらママ許しませんよ。分かったね、たっくん。そういう怒り方するから不良になっちゃうんじゃないね。ねえ、ねえ、おばちゃん優しいね。どうぞ。あ、どうも。今週の分ね、一つ考えたのよ。お見合いをしたのですが、たった一回会っただけで先方から断られました。でも私としては諦めきれません。どうしたらよいでしょう。あの、これひょっとして。何？いえ別に、ただお見合いについての質問がこの前もあったから続いちゃうかなと思って。そんな何週間か前のことなんか読者覚えてないわよ。それよりね、答えが気に入ってんの、読んでみて。逃げ腰の獲物を追うのはよしなさい、時間の無駄です。こういう時森田健作先生なら思いっきりスポーツをして忘れるんだとおっしゃるでしょう。私もこの際それしかないと思います。そしてあなたの周りにいる女性に目を向けてご覧なさい。案外身近なところに素敵な女性がいるかもしれませんよ。どう？いいの？悪いの？はっきりしてよ。また怒られた。